ライス&ピーズ、またはピーズ&ライスは西インド諸島のカリブ海諸国において伝統的に食されている食べ物。ピーズはアメリカやイギリスの英語ではエンドウ豆を指すが、カリブ海諸国においては普通の豆を指す。ライス&ピーズはバハマやジャマイカ、トリニダード・トバゴ、バルバドスなどに代表される英語圏に属するカリブ海諸国における料理である。その中の一つであるバハマでは、ママはピーズ&ライスとココナッツオイルを望まないと題する民謡まである。西アフリカに由来する要素も多く、大西洋奴隷貿易によりもたらされたと考えられている。この料理は、米とインゲン豆、木豆、またはササゲなど、カリブ海諸国で入手可能な豆科植物で作られる。含合エンドウは、特にクリスマスとのつながりが深い。作り方は、エンドウ豆をピメンタの種とニンニクで柔らかくなるまで煮た後、スコッチボンネットペッパー、タイム、ネギ、ラウンド玉ねぎ、おろし生姜とココナッツミルクをご飯と一緒に添加する。レシピは、塩の代わりに塩豚、または牛肉を使用することがあるなど、多岐にわたる。鶏肉は、ガイアナでは特に使用され、クックアップライスとしても知られています。カリブ海地域における伝統的な日曜日の昼食料理であるライス&ピーズは、普通は鶏肉、牛肉、羊肉、豚肉などの煮込み肉、またはエビ、カニ、キングフィッシュなどの魚介類と一緒に提供される。ホッピンジョンは、アメリカ南部で提供される料理で、黒目豆と米を材料とし、玉ねぎのみじん切りとベーコンの薄切りを加えて作られる料理である。ありがとうございます。